こんにちは、たくみです。今回はこのディクログという町からお届けしたいと思います。前回こちらの動画でこのディクログという町ちょっと中継しただけなんですけど、すごい気に入ってしまいましたね。町の規模はかなり小さいんですけど、キュッと一箇所にコンパクトに集中しているのですごく住みやすいですし、何よりこんな感じですごい海が綺麗ですね。それでは今日はローカルのエリアの中でもさらにドローカルのエリアに行って現地の様子をお届けしたいと思います。はい、ここは川と海が合流するところの近くなんですけど、足場がすごい悪いので、家は半分スラム化してますね。おそらくこれは所有してる土地ではなくて、普通にここに勝手に家を建ててるだけだと思います。足場とかも、すごい悪いですね。こんな感じなのでいつ水被害に遭うかわからないですね。そして川にいっぱい船が泊まってますね。やっぱりフィリピン漁業もすごい盛んで、魚もすごい売ってるし、魚を取っている人も多いですね。そしてこんな感じで魚の干物も作ってますね。すごいたくさん、同じぐらいのサイズ、ほぼ均一なサイズで綺麗に並べてありますね。そしてこっちの家なんかはもう屋根がかやぶきになっていますね。そしてこのお父さんはすごいです。もう屋根の上で寝てます。これは暑いしいいこと聞かないんじゃないですか。はい、ということで今地元の漁師さんたちがネットを修復しているところに来てますね。修復というか、これはもう作ってますね。新しい部位を、ネットに絡めてます。こんな感じで作ってます。そして若い男性とかもすごいいますね。すごいいい雰囲気です。そして漁師の子供が船の上で釣りとかもしてますね。くつろいだりとかもしています。魚がいっぱい取れるのか、猫ちゃんもいっぱいいます。はい、ということで地元のお兄ちゃんにちょっとこのスラムの中を紹介したいと思います。 Sorry, what's your name, sir? ジョンパン、Nice to meet you. はい、ということで中こんな感じ。そしてこのお兄ちゃんが漁師仲間にからかわれてますね。そして中の様子こんな感じですね。わ、すごいいい雰囲気です。行ってまーす。路地とか細いけどすごいいい感じですね。こんな感じで鶏とかも飼ってたり、生活感がすごいです。もう道すべてが家という感じですね。そして反対側の道に出ましたね。ということで今このおじいさんと仲良くなって話してますね。ちょっと喋っていかないと言ってくつろがせてもらってるんですけど、このサリサリストアでくつろがせてもらっています。そしてここがこのエリアのメインロードの様子なんですけど、みんな道でくつろいでますね。こんな感じで道にバイクとか止まってるんですけど、それを椅子代わりにしたりしています。そして僕ももう現地民とかしてますね。一瞬初めなんやこのエイリアンみたいな顔で見られるんですけど、もう普通にくつろがせてもらって、みんな普通に話しかけてくれたりしています。そして綺麗な女の子とかも多いんですけど、みんな恥ずかしがって映るの恥ずかしがりますね。ということで今スラムの中を散策してるんですけど、バラック感がすごいですね。こんな感じです。そしてゴミとかも散乱してるんですけど、すごい雰囲気が綺麗です。そしてこんなすぐ海沿いに出れますね。あ、こんな感じでニワトリとかも飼ってますね。こんな小屋みたいですね。そしてすぐ海に出れますね。犬たちもいっぱいいて可愛いですね。ハロー、ハロー。はい、ということで今公立の学校に来ているんですけど、今日はなんかお祭りみたいですね。街中パレードとかしてるみたいで、グランドにこれ人、奥の方見えますかね、1000人ぐらいいると思います。それではここで片っ端から
可愛い女の子をナンパしていきましょう。デートの近くまで来たんですけど、何やらディスコみたいなのをしてますね。ステージ上に衣装がたくさんあります。エンサイフィーラーエンディバスライン、キャリスキル本日のトーレットリズムシングル。なってますね。グランドの川をこんな感じで人がスニーカーの人とかも多いですね。ブブブブを渡ってます。そしてみんな一斉に会場出してますね。バンドの演奏が終わったのか、こんな感じです。雨見えますかね。今これでも大ビアンダホーなんですけど、さっきまで大降りの雨の中をこの人数、すごいな。みんなこれ、なかなか、さすがフィリピン人という感じなんですかね。今、フィリピン行くという時期もあって、みんな船に慣れてるのか、傘差してる人、ほとんどいませんね。この視界に映ってるだけでも、傘2つで人は100人以上います。はい、ということで、今たまたま横に座った超絶可愛い女の子を、yeah. That's good. Okay.